おい、クラレンス、遊びに来たぜ。よかったら一緒にドライブにでも行かないか、クラレンス。クラレンス、本当にいないのか。イルスを使うのはなしだぜ。天気もいいし、一緒にドライブしようと思ったんだけどな。まあ仕方がないか。近くまで来たから、ディーラーラトレルにでも寄ってみるか。ディーラーラトレルの駐車場、今日もお客さんいっぱいだな。繁盛してるんだな、あいつの店。よし、この辺りに止めていくか。さあ、久しぶりだな。よし、ここに止めよう。やあ、久しぶりだな、ラトレル。おお、いらっしゃいませ。お久しぶりでございます、レオナルド様。今日はお車の点検ですか？いや、本当は一緒にドライブに行く友達がいたんだが、ドタキャンされてしまってな。寂しいもんだぜ。あらららら、ドタキャンはダメですね。やっぱり約束は守らないと。よければ私がお供いたしましょうか。レオナルド様のレゲーラを貸して。まあ、またの機会にしよう、ラトレル。ところで、今日も素晴らしい品揃えだな。美しいラインナップじゃないか。はい、私が全世界を飛び回って探してまいりました。おい、ちょっと待て、ちょっと待て、あの車ってもしかして、おい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 、ジャガーの CX75 じゃねえか。世界に5台しかない車、なんでこんなところにあるんだ。あー、ラトレル、この車欲しいんだが、1億円以上するよな。あー、レオナルド様、そちらの車は超破格の1000万円でございます。え、1000万円？はい、1000万円です。まあでもこれはコレクション用ですよ、コレクション用。ラトレル、その、言いにくいんだが、修復歴ありだろ。いえ、修復歴はありません。ほら、記録簿を見てください。おいおい、マジか。1000万円？うん、買う買う。あ、でも一応買う前に試乗させてくれるか、ラトレル。ああ、もちろんいいですよ。ただし、そのお車は、ありがとう。最高じゃねえか、ラトレル。嬉しいぜ。今から試乗させてもらおう。あ、いや、その、だから、レオナルド様、そのお車を。よし、試乗に行こうぜ、ラトレル。早く横に乗れよ。あ、いや、結構です。ご自由に走ってきてください。え、横に乗ることが原則だったんじゃないのか。いや、結構です。好きに試乗なさってください。そうか、わかった。じゃあ、1時間以内に戻ってくるよ。ラトレルのやつ。どうしたんだ一体。いつもだったら喜んで横を乗るんだが。レオナルド様、やっぱり危険です。戻ってきてください。何か言ってるのか。まあいいか、とにかくぶっ飛ばしてみようか。よし、右だ。あれ、おいおい、ちょっとハンドルが効かない、ハンドルが効かない。おお、ちょっと待て待て待て、おい、ブレーキも効かない。どうしちゃったんだ。おい、おあー、通信が途絶えましたね。レオナルド様、またいつか、いつの日か、このディーラーラトレルにお越しください。その時までお待ちしていますよ。皆さん、こんにちは。こんばんは。新作の部屋の作でございます。やってまいりました。ザ・クルー2の時間でございます。はい、ということで、今日久しぶりにザ・クルー2で車を買ってみました。しかもその車がこちら、ジャガーの CX75 ということで、前回ですね、フォルツァ・ホライゾン4でもこの車乗ったんですけども、意外とやっぱりかっこいいなと思って、で、なおかつ、ザ・クルー2の世界にもあったんじゃないと思って探したらあったんで、ちょっと今日買ってみました。で、ザ・クルー2の世界で一回ね、こちらの車、カスタムしてみようかなと思いますんで、よろしくお願いいたします。まずはこんな感じですね。前から見て、後ろから見て、こんな感じで一周回ると、こちらの車っていうのは、世界に限定5台しかないと。5台というのもほとんどがコンセプトモデル、プロトタイプと、プロトモデルというかね。はい、試作車みたいな感じで、今、だいたい3台がオークションに出されて、2台がジャガーの本社の方で保管されているというふうに聞きました。なので、かなりね、これ激レアなジャガーということで、値段は1億円前後で売る予定だったらしいんですけども、残念ながら、不景気、景気後退によって、できなかったということになりますね。はい。では早速ね、こちらカスタマイズ今からしていこうかなと思いますんで、よろしくお願いします。はい。ではカスタマイズ、パフォーマンスでまず、パフォーマンスを上げれるだけちょっと上げといてあげましょう。特に意識することはないんですが、レジェンダリーパーツで、特にね、揃ってるパーツが今のところないので、適当に320にしてあげようかなと思います。はい。パーツあるかな？全部あるかな？ありそうですね。よかったよかった。うん。とりあえず適当に、
まあ、くっつけてあげましょうか。タイヤも320あったね。はい。よかったよかった。じゃあ一旦これで320にしてあげることにします。では、ここからですね、まずビジュアルパーツから、ちょっと変えていきたいと思うんですが、まあ、ボンネット。この辺もね、この車を実際に見たわけじゃないので、どこまでかっこよくできるかっていうのはちょっとわかりませんけど、あ、これ意外とかっこいいですね、これね。カーボンにするか、まあ、カーボンにしないパターンで、まあ、一度行ってみましょうか。はい。で、これね、青色にしようかなと思ってるんですよ、実は。まあ、サクジュリアが乗ってるこのジャガーの CX75 は、一応、ね、白ということで、あれしてるんですけども、赤色のラインを入れても非常にかっこいいですね。うん。ただやっぱりカーボンパーツをふんだんに使いたいっていうのが、やっぱこういうハイパーカーということなんで、まあ、こういうレーシングモデルに変えてもいいかもしれないですね。エアインテークが全部カーボンになってますね、これね。うん。これ非常にかっこいい。まあ一番シンプルなのは個人的にはこの2番。これね。多分ミラーの中だけカーボンになってるんですけども、この赤のラインは今回いいかなと思いますね。うん。だったらやっぱり一応こういったのがフルカーボンになった方がかっこいいんじゃないかなと思うんで、ちょっとこれにしてみましょうか。はい。一旦これを買ってみますね。はい。5896円で。だからルーフの部分は多分ね、あ、ルーフじゃない。ごめんなさい。ボンネットの部分は、まあ、これにしてもいいかなと思うんですけど、まあ、一旦このまま行きましょう。はい。で、このまま行きます。はい。リムなんですが、リムは買った時のまま、黒の純正のホイールのままで行きたいと思いますね。はい。後のホイールはそんなにね、あれなので、このまま行きたいと思います。ブレーキキャリパーももうこれ変える必要ありませんね。はい。なぜかこれ、黒に戻るんですよね。これ普通にここから黒に行くと、黒に変わってしまう。ここなんで黒のとこにペケが入ってるんでしょうね。そこが不思議なんですが、これはもう元々のカラーでいきたいと思います。はい。ミラーですね。ミラーはやっぱりこれカーボンにした方がかっこいいですよね。うん。これ非常にかっこいいと思いますね。はい。これ生産もまとめてできるようになってほしいですよね。で、サイドスカート。ここは元々カーボンになってますから、うわ、これはないな。これはちょっとダメですね。3番、2番。あ、やっぱり1番のままで十分かっこいいですね、これはね。はい。リアウィングなんですが、これはどうでしょうか？あ、すごいこれ、エンジンにこれカーボンのとこ、これジャガーって入ってるんですね、これね。これ後ろ。すごいですね。はぁ。はい。では、リアウィングなんですけども、これをどうするかですよね。もともとこれウィングつけなくても十分かっこいいんですけど、どうしようかな。あ、これいいね。これいいですね。かっこいいですね。まあでも、ああ、でも、どうでしょう。これ、ウィングつけるべきなのか、これは、そもそも。これ、そもそもウィングつけるべきなのか、この車は。あ、でも、意外とかっこいいかもしれんね。意外とね。まあ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 、いい感じやん。いい感じではありますよ、これ。こっちにするとどんな感じ？ああ、これはちょっと自己主張が低めですね。これ、あ、でも、意外とバランス的にはこっちの方が合ってるかもしれんね。これにしよう。一応、これにしてみましょうか。はい。高いな。パーツが高いな、やっぱり。ハイパーカーは。うん。いい感じですね。で、リアバンパーですね。これはディフューザーの部分が多分カーボンになると思うんですが、どうでしょうか。これもかっこいい。2番もいいね。赤いラインが入るのも結構かっこいいですよね。4番。5番。あ、5番はないな。6番もない。7番もない。8もない。これはないですね。4番。これは、でも全部ディフューザーはカーボンになってますもんね。マフラーの位置も変わらない。2番か4番ですね。これこの際赤色のライン入れてもいいかもしれんね。赤色のアクセント入れてもね。ちょっと一回試してみましょう。赤色のアクセント入れて、おそらくディフューザーすべてオールカーボンになってると思うんですね。4番が。うん。これはただテールライト明るい。これはテールライト暗いですから、おそらくはそうですね。一旦ちょっと赤のライン入れてみます。で、これ内装ですよ。内装は青色のボディなんですけども、普通にこの青にすることなく、赤で、ちょっと行ってみようかなと思います。これ赤にして、内装がね、非常に気になるんですよね。これは、あ、意外と4番かっこいいですけど、ステッチだけ赤色っていうのも、まあまあかっこいいですけど、まあ、どうでしょうね。この辺かっこ綺麗。うん。全面赤はちょっときついな。この辺でもかっこいいですよね。3番か4番か。3番とか意外と好きだな。3番で行ってみよう。で、シートの生地はもちろんアルカンターラで行きましょうね。ありがとうございます。そしてここはもう元々カーボンということになってますんで。これで決定ですね。うん。
はい、一旦はこれで終了なんですが、あ、かっこいいですね、意外とね。で、これちなみにビジュアルパーツでもう一回、これボンネットのところをカーボンにするとどんな感じになるか。あ、これは俺しなくていいな。これはしなくていいですね。赤色に入れるとアクセントはつくけどちょっといいですね。これはまあ1番のままでいいです。で、やっぱり8番、ここを赤色を入れるとすると、ああ、そうか。そうか。そうか。フロントバンパー、スプリッターの部分に赤いラインが入るやつはないのか。ああ、なるほどね。そうなると、やっぱり個人的にはやっぱり8番ですね。うん、8番がいいですね。はい。で、ここも変えることないでしょ？これも変えない。で、ここも赤色入れるとこれになるから、これも変えない。いや、やっぱりそうですね。やっぱりリアウィングこれで行くんであれば、もうリアバンパーはちょっともったいないけど、これに変えよう。赤色のアクセントは入れないようにするわ。うん。これでいいんじゃない？はい。これで結構ね、いい感じに出来上がったと思うんですよ。ほら。で、問題はこれです。色。ここからですよ。ビジュアルパーツはいいとして、内装もいいとしてね、色を変えたいわけですよね。これ、オフィシャルですと、この色、黒か、まあ、マットブラックがある。おー、すげえ。マットブラックがあるじゃん。うん。で、まあ、シルバーと。メタリックシルバー。で、これが色ついてるんですけども、仮にこれをですね、白にすると、これがサクジュリア仕様になりますね。サクジュリアだったら、あ、でも意外とかっこいいですね。その、やっぱりこういうカスタムするにあたっては、やっぱりザ・クルー2の方がいいですね。フォルツァ・ホライゾン4より。やっぱりこういった風にパーツがいっぱいあるので、それはそれでやっぱりかっこいいですね。うん。どうでしょうか、これ。意外とかっこいい。意外とっていうかめちゃめちゃかっこいい、これ。うん。これいいですね。結構気に入ったよ、これ、白。まあでも白にはするのはいいかな、今回は。はい。白だとこんな感じですよ、ということになりますね。はい。意外と合ってますね、意外と。で、これちなみに赤とかは？あ、赤にするとちょっと、あれかな。うん。意外と、赤々しいというか、まあ赤ですから当たり前なんですけど、うん、ちょっと赤はイメージが違う。じゃ、黄色はどう？黄色意外と似合うんじゃない？これ。黄色。あ、意外とかっこいいですね。これ黄色にするとね。うん。これは、ありですね。フォード GT みたい。これ意外と、これはありですね。これはあり。うん。かっこいいかっこいい。いや、いいね。なかなかいい感じですよね。しかしながらやっぱりね、今回は青色にしたい。ただ青色は青色でも、この青色をメタリックカラーにしたいですけど、これメタリックにすると大変なんですよ、今度ね。どうですか、これ。メタリックカラー。どうかな？うん。濃い青色の方がいい。どうしよう。どうしよう。これ、この辺色合いがね、結構大変なんですよね。マットで選ぶときは。でも、ただかっこいいですね、これね。マットじゃないわ。メタリックカラー。これはちょっと色がきついな。明るすぎる。濃い方がかっこいいんですよね。こういうのって。こういう、これぐらいの色。てかもう元々の色と一緒な感じするやん、これほとんど。あー、これはいじらなくてもいいかもしれんね。元々の色とさほど変わらんというか、光の当たり具合がね、どうしても、あれなんで。まあ、変えるとしたらそうですね。おそらく、これですね。これ。やるとすれば、おそらくこれ。うん。メタリックカラーの、ここの上から3番目。これが多分一番かっこいいと思います。はい。もしくは、あ、クロームはダメですね。クローム、マットはちょっときつい。一旦このオフィシャルの色に戻ってみましょう。この色と、覚えておいてください。この色と、メタリックの、これ。あんまり変わらんね、これだったら。だったら俺こっちの方がいいかもしれん。うん。これにするわ。メタリックカラーのブルー。これで、なんかあんまり変わってない。あんまり変わってない気がするんだけど、これ。どうなんだろう。まあでも、いい感じになったと思いますけど、ちなみに、皆さんどんなカスタムされてますか？リバリーで、トップ100見てみましょう。こちらの車におけるトップ100。ああ、やっぱりこういうセンスのいいやつがやっぱ1位になるな。僕みたいになんか普通にノーマルのカスタムだったらあんまり大したことないもんな。それは思うわ。うん。やっぱりみんな、おお、センスがいいね。ああ、アラブ仕様ですね、これね、この辺。うん、なんかこれ若干、これブガッティを意識してるのかな、これ。ブガッティシロンをなんか意識してる感じするね、これね。はい。まあ意外と、なんていうのかな、センスがいい。これとかすごい作るの時間かかってんだろうな、これ。これ、あ、これじゃなくて、これ、こっちか。これ。これすごいですね。時間かかってそう、これ。レーシングカーになってますもんね。実際にはありえないですからね、こちらの車のレーシングカーはね。
パトカー。うん、なかなかかっこいいですね。白と青のパトカー。へえ、なんかいろいろあるね。はい、ということで、とりあえずは、まあ、こんな感じにしようか。バニティパーツでなんかこの辺でなんか面白いのつける。青色持ってくるか。これとか意外といいんじゃね？これ。あ、でもそうでもないな。やっぱり普通のタイヤでいいな。普通のタイヤでかっこいいで、これは。うん。いいや。いい感じですよ。ちなみに、これ、どうですか？はい。こんな感じ。ちょっと光の当たり具合でね、どうしてもちょっとおかしくなるところもあるかもしれませんが、まあこんな感じになりました。うん。ウィングのバランスもこれで結構いい感じですよね。個人的意見ですよ。どうしよう。ウィングはね、少しちょっとね、悩んでます。実は。これ。これをもしウィング変えると、これがいいんですよね。変えるとすればこれ。うん。5番。ただ5番にするとやっぱりちょっとレーシーな感じになってしまう。ちょっとバランスもね、考えると、なかなか大変なんですよね。それを考えるとやっぱりそうですね。このまま行きましょう。これで、OK だと思います。はい。はい。いかがでしょうか。レオナルド。いいですね。ジュリアがこれを持っていると知ったら、やっぱりレオナルドも欲しくなる。それが、やっぱり男の差がというもんですね。はい。では、早速ちょっとこれ、ライトつけてみましょうか。ライトをつけてみます。よいしょ。つかないですか。こっちでつけましょう。はい。いいですね。かっこいいですね。あ、すごい。え、なんでこれ、さっきつけてるときこんなヘッドライト青色にならなかったんだけど、なんかすごい。LED、なんか青色に光ってるね。ドア開けます。はい、かっこいいですね。ジャガーにもこういう風に開くドアあるんですよ。で、内装の赤が非常に美しいでしょ、これ。これ結構かっこいいですよね、これね。はい。では、ちょっとね、乗ってみたいと思います。エンジンスタートしてみましょう。すげえな、このインパネ。ちなみにね、これ、007、映画の007、こちらで、まあ、7台映画用に作られたらしいんですよ。7台ね。で、そのうちの7台は、まあ、中身は V8 で、まあ、中身は本当に、まあ、シャーシとか全然違って、別物の車になってるんですけども、このインパネにね、映画用はスペクターって表示されるんですよ、赤色で。まあもちろんこれはね、表示されませんけど、この赤色でスペクターって出てくるんですね、これね、映画用はね。はい。で、映画用は今ね、どうなるんでしょうか、現存してるんでしょうか。まあ、ジャガー初のハイブリッドスーパーカーということでね、この車が完成したんですけども、まあ、本当に、まあ、悲運を遂げるというか、ね、ちょっと残念な結果になってしまったスーパーカーなんですけども、これ売ってたら相当ね、売れてたと思いますが、はい。ということで、今、午前5時25分になりました。はい。こんな感じですね。非常にかっこいいです。でも実際に本物を見たことがありませんので、これ以上は何とも言えませんが、まあ、こんな感じですということになりますね。うん。シートも、どうかな？これでいいかな？でも、これ、私の理想ですね。フォルツホライゾン4の時に、これ、ジャガーのホームページにはまだ載ってますよっていう話をして、で、それを、めちゃめちゃ綺麗な青色なんですよっていう話をしてるんですよ。うん。なので、それがどうしても欲しかった。うん。お、かっこいいでしょ？これ。これ絶対かっこいいよね。ほんと。うん。はい。で、内装、ちょっともう一回だけね、もう一回だけちょっとビジュアルパーツで内装見させてください。これ、どうしようか。やっぱこのまま行っても十分ですよね。これで、どっかに変える必要ある？ 5 番もおしゃれですけど、やっぱりちょっとね、赤色を出したいんですよね。シート全面赤よりもやっぱりコンビの方がかっこいい。やっぱこれですね。うん。これでいいです。決定です。はい。しかもこれドアパネルの下にちゃんとステップのところもカーボンになってるんじゃない？これ。うわぁ、すごい。これ全部カーボンやね。かっこいい。しかもこれ見て見て、ここ。これ、CX75 ってこんなデザインだったんだ。俺これ初めて知った。めちゃめちゃかっこいいですね、これ。ステップ。これ超かっこいいな、この車。いや、メタリックブルー。これはかっこいい。これはね、近年稀に見るかっこよさ。うん、最近よくこの近年稀に見るってよく使うんだけど、これはかっこいいわ。素晴らしい。いい色の車が手に入った。レオナルドも興味示せよ、もっと。さあ、早速これドライブ行きましょうか。楽しみです。ドライブ行きましょう。おー、かっこいいね。はい、ということでやってきました。かっこいいですね、サックレオナルド。うん、ウィングのバランスもバッチリ。外で見てもかっこいい。はい。ほとんど色は変えてません。ブルーメタリックに赤のキャリパー。これはもともと赤のキャリパーだったですからね。はい。エアロパーツも、まあ前と後ろを少し変えてウィングをつけたぐらいで、まあ非常に一台かっこよく仕上がったんじゃないかなと思いますね。はい。では早速走り込んでみましょう。
よかったね。ほんと雨降ってるかと思ったけど降ってなくてよかったわ。はい、でもいい感じです。ここで見るとほらかっこいいよ、これいい感じだね。うん、まあ、エンジン音に関してはおそらくもっと実際の方がもっといい音はすると思いますが、まあ元々ハイブリッドスーパーカーですからね、これハイブリッドですから、まあそんなに爆音がするとかそういうのは多分ないと思うんですけども、まあもちろん実際のエンジン音は私聞いたことがないので何とも言えませんが、おそらくこんな音ではないと思います。最近なんかエンジン音に凝りすぎてるゲームってなんかないような気がしてさ、フォルツホライゾン4でもあれこんなエンジン音みたいな感じの車ありますからね、やっぱり。はい、どうでしょうかね、これ海岸沿いを走るこのジャガーかっこいいですね。はい、では早速高速道路を少し走ってみましょう。はい、エンジン音はねもう意識しないでください。このエンジン音は絶対違いますから、本物のエンジン音では絶対ありえませんこれはね。はい、では少し走り込んでみたいと思います。まあ、車の挙動に関してはまあ悪くはないかなっていう感じですね。まあ、悪くはないですけど、まあそんなに走りやすいっていう感じも今のところ受けないかなと。おお、危ない危ないこんな感じで、うんうん、ただでも本当、うん、この太陽に向かっていくとき綺麗ですね。ブルーメタリックの感じが綺麗なんですけども、なんかシートがこの赤色がちょっと主張しすぎてるな。これはステッチだけ赤色にした方がいいかもしれんね。なんとなくそんな気がします。はい、まあその辺は後々変えていきたいと思います。うん、まあでもいい感じに仕上がったね。久しぶりにザ・クルー2で車買ったね、ほんと。いや、いい感じですね。三菱に新しい車ね、ちょっと追加されてましたけども、あのバンドルでしか手に入らないっていうのがちょっとねもったいなかったですね。しかもそのバンドルほとんどの車種僕持ってて、もうあの三菱とあと何だっけな2台ぐらいしか持ってないやつがあって、それで60何万とかだから高いなと思って、まあまあ今のところまだ買ってないんですけど、はい、そんな感じですね。では今度運転席視点、こちらが左見たらこんな感じ、右見たらこんな感じ。うん、ステッチだけ赤色で十分かもしれないですね、これ。はい、これで十分かっこいいと思いますね。後ろから止まって車来てます。はい、バックミラーには一応映ってますね、後ろの車。少し映ってましたね。一応はだから大丈夫か、これ普通にクリアになってくれたらもっといいんですけど、はい、ではこのまま走っていきたいと思います。はい、まあこれもね、運転席で聞いたらエンジン音こんな感じですけども、これはおそらく違いますということになります。これも実際のエンジン音ではありえませんからね。やっぱりこのザ・クルー2、今はこれねパッドでしてるんですけども、特にこれザ・クルー2は本当にオープンワールドが広くていろんな車乗れるし、なおかつハンコンで走ると本当に面白いです。ザ・クルー2の面白いところはそれですね。はい、でまたやっぱりカスタムパーツも多いのでその辺は面白いかなと思います。時にはなんでこんなカスタムパーツがあんねんと思う時もありますけど、まあ不思議ですね。あ、サクアレックスの車じゃねこれ。サクアレックスじゃねえか、このシボレ。懐かしいな。サクアレックスじゃないですか。サクアレックスさん、サクアレックスさん、私孫ですよ。サクアレックスさんの孫ですよ。サクアレックスさん、はい、もうこの動画見てサクアレックスのことをご存知の方は何人ぐらいおられるんでしょうかね、本当ね。まあもうね、走り屋界を引退したおじいちゃんですね、サクアレックスというのはね。はい、まあまあ、そんなこんなでザ・クルー1で登場するキャラクターがサク・アレックスということで、初代サク家、そうサク家創業者ということになりますね。サク家の創業者です。本当にいいかっこいいセリフばかり言うやつでした。本当に危ねえ、今オカマ掘るとこだったね。こんなスーパーカーで危ない。はい、ではですね、今からもう家に帰りたいと思います。まあ今日はねこんな感じにしておきましょう。というかもう本当ザ・クルー2っていつ車追加されたか本当分からなくなりましたね最近ね。はい、まあでもそんな感じで、このシートの色だけちょっと変えようかなと思います。あぶね、やっぱり赤のステッチだけの方で十分かなと思いますね。そんな気がしますね。おお、雨降ってきた。結局雨か、やっぱり雨降るんだな。タクレオナルドが新車を下ろしたらやっぱり雨やな。結局雨に打たれるんですよこうやってね。はい、まるで僕のよう本当に。はい、ではお疲れ様です。
はい、ということで帰ってきましたが、先ほど申し上げました通りシートの赤色を確認してみましょうということで、こちらがね、赤色の状態なんですけども、レッドステッチのみにするとこちらになります。はい、赤色。いや、ちょっと待って、これは寂しいね。やっぱりステッチのみは少し寂しいね。じゃあこれにしてみてはどうかな。はい、どうでしょうか。これ内装すべて赤になってしまいましたね。シートはこれでいいんですけども、ダッシュボードとかインパネ全部赤色になってしまったね。しかもなぜか運転席のところだけはカーボンなのか、いや違うな、運転席のところだけは黒になったまま、これ多分カーボンだからですね。いやー、これちょっと微妙だな。これだと微妙ですね。運転席の前別にカーボンじゃないやん、普通に赤色にできるやん。これなんか知んないけど、これだけ前だけ赤色にならないもんね。迷うな。最後まで結局悩みましたね。これ思い切ってもう全面赤とかにしてみるか。全面赤、これちょっとどんな感じ。全面、もう結局これ全部買ってるやん、ほとんどこれ全部買ってるやん結局。はい、ちょっと見てみましょう。全面赤にするか、これの方がかっこいいな、バランス的に。これにしようか、もう。よし、これにしよう。内装完全赤でいいんじゃない、これ。はい、見てください。結局1,2,3,4,5すべて購入しました。もう結局すべて購入してしまった。はい、ということで、もうすべて内装赤で、珍しくすべて内装赤にしたいと思います。ちなみにこれで色を変えると超かっこよくなるんじゃない、これ白にしたら。うわー、これはかっこいい。でもこれなんていうのかな、もう普通に僕のケーニグセグアゲーラとレゲーラが全くこれと同じカラーなので、それと完全に被ってしまうのでね、今回は白にはしません。もうこのブルーメタリックでいきたいと思いますのでね。はい、では最後を悩み抜いた末に全面赤に改造ということになりました。はい、ということで、また次のサミットはこのジャガーはないですけども、またサミットでね、こういったハイパーカーを使う時が来れば、このジャガー君、CX75 君に走ってもらおうかなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さん、ザ・クルー2、これからも定期的にやっていきますので、よろしくお願いいたします。新しいハイパーカー追加してください。で、5月の下旬に新しい、あれが増えるらしいですね。この、ホビーだっけ？これ、なんかこのホビーですか？これがなんか5月の下旬に始まりますよとコメントで教えていただきましたが、情報提供ありがとうございます。それでは皆さん、本日もご視聴ありがとうございました。新作の部屋のサクでした。ああ、レオナルドでした。